でおち、はい、今日はバックハンドのスライスをちょっと解説してくれると、はい、いうことでしたが、はい、あのスライスのメリットってどういうところが挙げられますか。メリットは特に両手バックハンドの方は両手で一生懸命取りに行くよりかは片手の方がやっぱリーチが長くなる、まあ、楽に取れると、まあ、守備範囲が広がるってところと、まあ、どちらかというとスピン系の下から上のスイングのボールだとボールが甘くなっちゃうとやっぱ叩かれやすいんで、ボールが弾むから結構上のところで叩かれやすいんですけど、まあ、スライスだと低く入ってくるんで相手から低いこれ取らせることができるんで、やっぱ後相手から強打されにくいってとこと、しっかり肩がしっかり入るんでストレートも流せますし、体を回してクロスの方向に引っ張りやすくなるんで、あの同じスライスの打ち方でも、コースを隠すことができるところがメリットとしてあります。ありがとうございます。じゃあ実際にこの後打ち方の解説をよろしくお願いします。はい、はい、では実際に打ち方のポイントをよろしくお願いします。はい、まず、グリップの方ですが、しっかりコンチェントグリップでしっかり持てるようにしましょう。ラケット挟んで下ろしてくる持ち方でしっかり持てるようにお願いします。フォアハンドソフト同じ持ち方で持ち方、手首がフラフラしやすいんでボールを切りすぎてしまいますから、少しコンチェントグリップしっかり持てるようにしましょう。で、2個目がラケットスロートの方、もうグリップの方持ってると思うんで、左手でこのままラケットを担いでくるイメージで少し高めに準備の方します。スライスなんで打点が近くなっちゃうと結構力が入りにくいんで、打点は結構体から離して遠めで打点を取れるようにいきましょう。で、止めちゃうとボールも結構下に行きやすくなりますから、打点の取ったままそこからスーッと前にラケットを長くフォローするのが作れるようにしましょう。イメージとしては下からラケットを放り投げるイメージで、力が入っちゃうとラケットが止まっちゃうんで、もしリラックスした形でラケットとしてはこれ結構重さがあります、300くらい重さがありますから、そのまま上から下のスイングでちょっと脱力してリラックスした形でスライスを打てればと思います。ということは結構ラケットの重さ使えるから、あの力はいらないです、楽に飛ばせる。そうですね、はい、ショットですね。スピンだとこのラケット重いものをどうしても持ち上げないといけないんですけど、はい、スライスだと上から下にラケットが自然としてくるので少ない力でボールスコアできますし、どうしてもこう動きながらのテニス動きがあるんで、動きながらスピンで持ち上げると結構バランスも崩しやすいんですけど、動きながらでも少ない力でボールの方を返球できるので、少ない力で楽にボール打てるというのがスライスのメリットかと思います。はい、解説ありがとうございます。じゃあまた打ってる動画をよろしくお願いします。はい、スケートコーチありがとうございました。ありがとうございます。今ちょっと後ろから撮らせていただいたんですけど、やっぱり結構楽に少ない力で滑らかに触れてるなっていう感じを受けましたが、いかがですか。そうですね、やっぱ少ない力で出てるのはどうしても動きが入ってくるので、はい、まあ、力が入って一生懸命ラケット振ろうと思うと体がひっくり返りやすくなりますから、少しもうこの鎌担いだ形からボールに入っていくと、あとはなんか動画打ってる時に結構横に結構厳しいボール来た際も、まあ、足さえ入れば腕の長さもあります、やっぱりリーチが長くなりますから、まあ、守備範囲も自然と広がってくるかと思います。クロスと、ストレートの方に打ち分けの方をしてたんですけど、まあ、肩が入ることで相手からしたらどっち打ってくるんだろうというふうに、まあ、相手の判断も迷わせることができるので、まあ、肩を入れた形から横向きのラケットのスイングと当てた後は少し前にラケットを下から少し放り投げるイメージで打っていけると、まあ、スライスのコースの打ち分けの方もできるようになってきますので、ぜひ皆さん実践してみてください。はい、杉田コーチありがとうございました。ありがとうございました。あー、最高のカレーの味だ。カレーはうまい。